昔の日本は中国と比べるとかなり遅れてたらしいけど、漢代の頃はどんな感じだったの？現在、日本と中国との間で文化の違いを感じることはあっても、文明の違いを感じることはないでしょう。日本でも中国でもみんなスマホをいじりながら電車に乗っているし、インターネットを通して様々なものを気軽に購入することができます。しかし、はるか昔、日本と中国には大きな文明の差がありました。中国で人々が文字を木簡に刻んでいた頃、日本の人々は一生懸命縄をよりよりしていたみたいな感じです。正直、未来人と原始人が場所こそ違えど同じ時代に存在していたようなものだったのです。そんな中国と日本ですが、漢代にはどれほどの差が開いていたのでしょうか。今回は漢代の中国と日本の文明の差について徹底分析していきたいと思います。漢が400年の歴史を刻んでいる間、日本はずっと弥生時代。漢王朝は勉学に励む若者たちにとってありがたいことに、西暦1年を軸として、その前の約200年が前漢代、その後の約200年が後漢代となっています。とても覚えやすいですよね。このように400年もの歴史を誇る漢王朝では、様々な制度や刑罰が整備され、儒教の経典研究や史記などの歴史書の編纂に代表されるあらゆる文化が育まれ、さらには医学、天文学などの自然科学分野も発展していきました。一方、日本はどうだったかといえば、弥生時代真っただ中。紀元前10世紀頃から紀元後3世紀までが弥生時代に区分されていますから、漢王朝が成立してから滅ぶまでずっと弥生時代でした。弥生時代といえば稲作が盛んに行われるようになり、弥生土器が作られたり高床式倉庫が作られたりした時代。人々が学問に励んだり文学をたしなんだりするなんて夢のまた夢。弥生時代といっても五期に分かれてるもん。漢代の中国と日本のあまりの文明の差に愕然としてしまう人は多いと思いますが、そう肩を落とすことはありません。弥生時代といっても人々がずっと原始人にちょっぴり毛が生えたような生活をしていたわけではありません。1300年もの時間があったわけですから、やはり日本の人々の文明も少しずつ発展していっていたようです。実は弥生時代は年代によって早期、前期、中期、後期、終末の5つに区分されています。この区分によれば、前漢代の日本は弥生中期、後漢代は弥生後期であったようです。弥生時代には国だってたくさんあったんだぜ。東西南北に長い日本列島では、弥生時代を迎えるのにも地域によってタイムラグが発生していて、九州北部では紀元前10世紀頃から弥生文化が起こったのに対し、関東西部では紀元前3世紀頃にようやく弥生文化が起こったとされています。そんな日本列島ですが、前漢時代に対応する弥生中期を迎えた頃にはどの地域でも同じようなことが勃発していたようです。同じようなことというのは戦争。西日本を中心に弥生中期のものであると考えられるあちこちに傷のある人骨がたくさん発見されています。また石で作られた剣や矛の他にも、銅で作られた剣や矛が大量に発掘されているのです。このことから弥生中期にはあちこちで多くの戦争が起こっていたことがうかがえます。弥生時代の人といえばのほほんと農耕に励んでいたイメージが強いですが、思いのほかバイオレンスだったようです。そしてもう一つ押さえておきたいことが、戦争が起こっていたということはすでに国らしいものが複数できていたということが推察されます。おそらく大きさで言えば今の村や町くらいのものだったと思われますが、弥生時代にはすでに国のような共同体が出来上がっていたのでしょう。名の国なんて工部邸から金印も授かってるんだからね。弥生時代に国のようなものがあったであろうことは、漢の倭の名の国王と刻まれた金印が福岡で見つかったことからも裏付けられます。御漢書にも工部邸に名の国の使者が朝貢し、
陰樹を授けられたとの記録が残っています。おそらく名の国の王らしき人が周辺諸国に自分の力を示すためにわざわざ漢の皇武帝に使者を送ったのでしょう。弥生時代には当然大陸からの渡来人が日本に訪れていたはずですから、日本に住んでいた人々もそれなりに大陸の情勢などをわきまえていたのでしょうね。三国志ライターチョップスティックスの独り言。中国で漢王朝が栄えていた頃、日本ではずっと弥生時代で、人々は停滞した文明の中でのんびり過ごしていたと思われがちですが、国が作られたり戦争をしたりと少しずつ歩みを進めていたようです。漢代以外にも中国と日本の歩みを丁寧に比較すれば、また新しい視点を得られるかもしれませんね。